scream while you and me repeat. Waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. はい、ということで今日は最近私が勉強し始めたダヴィンチリゾルブという動画編集ソフトについてです。このソフトには私がいつも使っている Adobe Premiere にはない機能をいろいろと有しており、今回はその中の一つ、フェイス修正という機能を試してみます。先日撮影した可愛い女性の顔をベースにどんな感じに仕上がるか編集してみたいと思います。このクリップを使います。だいたい9秒くらいの長さです。エディットモードからカラーモードに切り替え、OpenFX を開いてみましょう。シリアルノードを追加し、ライブラリの中から ResolveFX Refine を開き、フェイス修正を先ほど追加したシリアルノードにドラッグ&ドロップし、分析ボタンをクリックします。分析が終わりました。だいたいこんな感じです。オーバレー表示を外すこともできます。ここからは画面の案内のみで進めます。再生速度は2倍速です。顔全体を調整するものと顔それぞれのパーツで調整する項目があります。最後に調整前と調整後を比較してみます。